こんにちは、みさきです。あれ、渡辺さん、何してるんですか？あ、ごめんごめんごめん。お待たせ、お待たせ。どうしたどうした？あ、これね、これね。ちょっとすみません、茶番劇お付き合いいただいてありがとうございます。ナイトキャップについて今日は紹介していきたいと思います。はい、じゃあちょっとこのままいいですか？このままいいですね。すみません、このままでも大丈夫ですかね？お願いします、はい、で、あのナイトキャップ使ったところでね、三崎さんも1週間使ってくれて、ね、あの、まあ、結論から言うと結構いいよ。よかった、びっくりしました。え、使ってみて個人的に思ったことなんですけど、はい、まあ、こうやってちょっと寝てたりもしてたんですけど、まあ、奥さんちょっとびっくりされた部分もあるんですけど保湿されるやん、はい、髪の毛がちょっと潤ってる感じ、うんうん、朝起きた時になるかなと。でキューティクルがやっぱりこう擦れないっていう感じになるから、はい、あの枕だったりとかね、結構パサつきだったりとかゴワつきが少なくなる。三崎さん毎朝ブラッシングするけど、はい、やりやすいよね絶対。つけた次の日は、はい、っていうメリットがあるから、だいぶやっぱ保湿される、保湿されるけど、でもなんか熱をこもるような感じじゃなくて、そう結構なんか通気性があるような感じがするので、夏でもまあまあ快適には個人的にはいくかなと思います、はい、で、あのデメリット的になんですけど、寝癖がつく若干、そう寝癖というか後、うん、こうやった時にね、後でちょっと美咲さんにロングヘアの方用の、付け方をちょっとね、やってもらうんですけど、多分それをやるとそんなに寝癖つかないって感じなんだけど、ね、普通に何も しないで適当にこう内側に入れると寝癖結構ついちゃうので、それが結構デメリットぐらいかな、はい、私の個人的なあれですけど、うん、あの多分寝相が悪いんですよね、うん、朝ちょっと脱げてたりとかはしました。なるほどね。やっぱその辺をちょっと加味した上でつけないとダメな部分もあるかなと思いますので、はい、じゃあ実際ね、つけ方、多分ねロングヘアの方だとどうやってつけたらいいかなって、で、あのナイトキャップもね2種類大まかに言うとあるので、はい、それをちょっと紹介してみたいと思います。はい、はい、ということで美咲さん、じゃあ実際にね、はい、ナイトキャップちょっとやってみましょうか。はい、で、まずそれゴムタイプのやつやな、2種類あるやん。ゴムタイプですね、うん、もう1個種類があって、紐タイプね、こういう結ぶタイプ、うんうんうん、の2種類あります。どっちがいいかな、ロングやったら。ロングだと入れ込みやすいのはこっちのゴムタイプの方が入れ込みやすいかなと思います。なるほど、はい、じゃあゴムタイプでやってみましょうか、はい、ね、じゃあ実際に、はい、三崎さん一番最初に自分でね何にも調べんでやった時って、はい、どういうふうにやったっけ？私は、まず、髪の毛をこうお団子するみたいにねじって、下の方でお団子を作って、こう引っ掛けての入れ込む、うん、っていうのをやりました。うん、はい。だと何だと、うん、根元の方は寝癖がいつもより少なくって、うん、わーって思ったんですけど、毛先の方はまだちょっとやっぱりうねるのが気になったので、まあ、癖みたいなの結構つくよね、今だったらね、うん、そこがうーんって思いました、ね、なるほどね、はい、で一応ね、はい、推奨なつけ方あるじゃないですか、はい、あの調べた感じで僕らが、はい、でそのつけ方をちょっとやってみましょうか、はい、これだと寝癖がまあ、比較的つきづらいよね。ただ、はい、かぶりづらいよね。それがデメリットなんですけど。結構大変です、ね、そう、そういうちょっとやり方もいっちゃいましょうか。はい。はい、まず、うん、後ろで、だいたい半分で、分けます。うん、で、こっち側の髪の毛は、うん、反対側を通して、うん上に持ってきます。押さえとかなあかんやつやな、そこな、はい、しっかりとね、はい、で、反対側も同じように、うん、巻きつけるね、持ってきます。これでだから片手で入れなあかんやつやな、そう多分な。これを、はい、押さえて、しっかり押さえとかないとね、はい、はい、で、
この押さえてる手をまず入れます、うん、ほうで、ちょっと前から、ね、前行きましょう、はい、ちょっと小指をこう小指OKOK ちょっと立てて、はい、ここに引っ掛けます。小指に引っ掛けるね、はい、はい、はい、なるほど。そして、はい、このまま後ろに持ってくる、はい、あ、下から入れる感じね、襟足からね、はい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 、で、まず押さえてる手はそのままで、お、みさきさん、襟足出てきて、あ、まだ大丈夫か、大丈夫ですか、はい、ちょっと出てきてます、はい、入れ込み、うん、で手はまだ離さない、この状態ですね、はい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 、そして、うん、手を離します、はい、この時もちょっとこっち側が落ちやすいので、あ、なるほど、なるほど、そのまま押さえて、ま、押さえて反対側の手で押さえて、はい、入れ込みます、はい、で、この状態ですね、お、うまいねあ、なるほどね、あとは耳を出す、いや、耳はね、入れといて、入れた方がいい、そう、これね、基本的に視力って保湿されるから、もうどちらかというと全部かぶせてもいいぐらいらしい、だから全部入れておいた方がお肌の保湿効果もあるって言ってたから、ないなし前髪も入れた方がいいっていう。でもあんまり前髪入れすぎるとちょっとね癖がついちゃうかもしれないけど、でも前髪の多分このゴムなんかが前髪につきたくなかったら入れちゃった方がいいかもしれないですね、うんうん、うまいね、うまいこと言ったね、はい、ちょっとじゃあクッと回ってもらいましょうか、はい、こんな感じです、どうですか、うんいやちょっと僕で申し訳ないんですけど、はい、これ紐バージョンのやつね、はい、はやっぱ美咲さんあれやんな、ロングヘアの方はやっぱ難しいよな、難しかったですね、多分ね、はい、やっていくのがだからショートだったりとか、うん、ボブ、はい、あとボブこれぐらいやな、肩ぐらいの人とかだったら、はい、多分いけると思うんですけど、はい、これの付け方はかぶります、かぶってこの後ろを、まあ、中にこう入れ込んで、うん、でこの後ろを結ぶって感じだな、はい、これは蝶々結び、蝶々結びの方が朝取りやすいですよね、うん、どう、はい、ちょっと縦結びになっちゃったまあ縦結びですけど、まあ、そこはね、ご愛嬌ということで耳とかちょっと入れてあげると、はい、こんな感じでね、まあ、短い人はこっちで、はい、で長い人はゴムタイプでやってもらえたらなと思います、はいはいはい、ということでね、今日も工場長みたいな感じになってますけども、はい、はい、頑張りますか、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、美咲さん的にはポイント的なのある？なんかつけてみて。おすすめポイントは、うん、ロングヘアの人はゴムタイプ、うん、で、短めの人はヒムタイプ、うん、がいいかなと、つけやすいかなと思います。なるほど。うん、あとは、私個人的なんですけど、顔周りとか首周りに髪の毛がつきたくない、寝てる時につきたくないっていう人もおすすめです。まとまりつくって感じ、はい、はいはいはい、あと選ぶときはちょっと気持ち大きめな方が、うん、一応 M と L みたいなのがあるんですね、はい、うんうんうん、だから大きめの方が、そうですね、気持ちいい、でも分かんないもん、分かんないけどまあでもロングの人は L の方が大きめの方がいいかな、はい、いいと思います、はい、なのでまあそんなに高くないし、うん、結構使えると思うんで、まあちょっと気持ち大きめがいいっていう風な感じの認識を持っていただければと思います。で、やっぱ効果的にはやっぱりその摩擦がない分、乾燥だったりパサつきっていうのが朝起きた時にないと、だからブラッシングしたりとかしても結構綺麗に髪の毛がなってるっていう感じな、保湿効果が結構高いっていうので、まあ洗い流さないトリートメントつけて、まあ乾かしたりするやんか、でそのままあれって蒸発していくけど、でも蒸発しにくい、保湿されるっていうので、うん、まあ、髪の毛も綺麗な状態で朝迎えれるかなと思います、はい、あとやっぱこうくせ毛の方に関しては、はい、ね、くせ毛ってやっぱりあれや、こう乾燥して見えるやん、あ、そうですね、ね、それもちょっと潤って見えるから、はい、髪の毛がねこのくせっていうのもちょっと落ち着いて見えます、はい、朝起きた時に、はい、ね、分からへんと思うけど、はい、湿気がある日ってもう朝起きた瞬間からもう分かんない、別に外出てなくても、でもそれが、はい、それがちょっと分からない
状態で、髪の毛がいい状態に結構保ててるかなと。嬉しいです。うん。はい、おまあ、外出たら一緒かな。部分はあるんですけど、はい、でも朝起きるときは結構ね、いい状態で保ててるので、はい、それもおすすめのポイントかなと思います。はい、で、ちょっと僕思ったんですけど、はい、個人的に、ね、次の日が大事な日はやめといた方がいいかもしれない。何ですか？だって、あ、寝癖ついちゃうし、朝ついちゃうやんか、朝ちょっと大変やんか。はい、でなんか感じる、まあ、人それぞれだと思うんですけど、もしねやってみて朝別に何も気にならなかったら別に毎日使ってもらった方が個人的にはいいかなと思うんですけど、ちょっとね寝癖が難しいとか前髪とか悪いやこれ、ちょっと後ついたりとかするっていうのを直すのが面倒っていう方に関してはその日はやめといた方がいいです。でも基本的にもうなんかいつも仕事行く時まとめちゃうとかヘアレンジしちゃうっていう方に関しては毎日やってた方がいいんだね。そうですね、うん、っていう風にも思います。まあその辺はね個人的な認識なんであれなんですけど、多少は寝癖がつくし多少は後がついてしまうっていう感じになりますので、はい、その辺も考慮した上で、使っていってもらえたらと思います。結構ねほんまに良かったんで、ぜひ皆さん使ってみてください。いろんなところにAmazon、楽天さんで、まあまあ売ってると思いますので、はい、ぜひ使ってみてください。はい、参考になったかな。見ましたよね、はい、ということで、じゃあよかったら、まあ、もしねこの動画がよかったら、まあよくなくてもこのグッドボタン押してください。あとチャンネル登録も押してください。はい、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。スライサーでスライスしちゃいました。アンパンマンです。はい。